はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポンを実況するグランツーリスモスポーツ、今回は、スポーツモードのデイリーレース、ちょいちょい参戦してるんですけども、今回はグループ2でのデイリーレース、ドラゴントレールシーサイドのレースを今回は、リプレイを見ながら解説というか、この時の走り方だったりとか、そういうのを、伝えていければいいかなと思います。今回はグループ2での耐久、グループ2でのレースで、僕は5番手スタートからですね、予選のタイムから合わせてなんですけども、上位4名、これがですね、大体1分29秒台で、僕の予選タイムが1分30秒5がベストだったので、それより大体1秒前後速い人たちを、レースをしております。上位4名ですね。後ろは大体ね、1分30秒台から31秒台が並んでます。で、フォーメーションラップ、ローニングスタートです。でドラゴントレールシーサイド、このコースは難しいコースなんですけどもね。さあ始まりました。でグループ2、GT500 のクラスで走っていくんですけども、今回はレクサス。さあ第1コーナー、飛び込んでいきます。まずは SG ですね。1コーナー目の SG。さあここで前の GTR が1台コースアウトして、順位がダウンで4番手にポジションアップしていきます。後ろこのねレクサス乗ってる方がかなりこうペースが良かったんですけども、この第3コーナーインで取られそうになるんですけども、しっかりねうまい感じで流れたかなと思います。でドラゴントレイルの特徴はね、本当にコースアウトしやすいコーナーが多いんでね。さあここで前のレクサスもここの高速のね、大体ね200キロ前後で流れていく、コーナーなんですけども、ここでのコーナーがかなりコースアウトしやすいです。さあ3番手にアップして、次はヘアピン入ってきます。前の GTR の方がペナルティで2秒もらってるので、これは上位に出られるかなという感じなんですけども、トップの方がかなり速かったので、ちょっとこの辺りはね、まずはペナルティー明けのところでしっかり2番手入れればいいかなと思います。で今ねかなり高速の SG を抜けていったんですけども、スポーツモードだとね、さあここ3ワードになります。後ろの方のねインをブロックしちょっとプッシュされるんですけど、ペナルティーとかそういう SR が、ちょっと落ちたりとかなかったので、なんとかここはギリギリ守ったかなという感じです。ベース的にはこの2、3、4が同じぐらいで、後ろの方 も GTR の方もかなり速かったかなって感じです。でとりあえず前の方がペナルティーもらってるんで、これで2番手にはポジションアップする形になります。さあ、ここから1つ目のヘアピンですね。立ち上がって前の方が、ペナルティー消化で、減速します。ここのね SG がやはりドラゴントレイルかなり、難しいところなので、ここをうまくポジション、キープできるか、こうライン取りですねできるかが大事かなという感じです。トップの方とはだいたい4秒前後までこの後離されているんですけども、この時はねなんとか2位を守っていければいいんじゃないのかなという感じです。この SG ですよね。まずは1つ目、2つ目がねちょっと難しいんですよね。だいぶ後ろもねスライドさせながら行ってるんですけど、後ろがねちょっとレクサス乗ってる方が壁に大きく、接触しました。さあ、最終コーナー立ち上がって、で後ろとのギャップが今、2秒半前後、トップとも、大体3秒半ちょっと離れている感じです。3周目入ってきます。こういう展開になるとね、まずはね自分のポジションをこう守って走っていくっていうのが大事になってくるかなって感じですね。後ろの方がねやっぱりこう予選タイムがね自分より1秒ぐらい早かったので、ちょっと後ろからのペースアップっていうのもそろそろ来るだろうなっていうのも気にしつつ、自分のポジションですね、ここはしっかり守って走っていければいいんじゃないかなと思います。
さあ、高速の S 字区間を抜けて、一気に下り坂から降りていく2つ目のヘアピンですね。ここはね、オーバーテイクポイントかなというふうに個人的に思いますね、このヘアピンは。まあ、スリップストリームついて、ここの、ブレーキング勝負で結構前出たら、この S 字でね、さあイエローフラッグ出てるんですけど、これトップの方がね、2つ目の S 字のところでね、突っ込んでたので、さあこれで1位にポジションアップしました。もうこの瞬間からもう、残り2周はあのペースダウンして、あのミスがないようにっていう走りにちょっと切り替えようかなっていう感じですね。後ろとはだいたい2秒前後の、空きがね、マージンがあるんで、そうなると、まあ、まあ多少ね、差を詰められたとしても、まずはミスなく走っていければいいんじゃないのかなと思います。後ろの、ね、方の GTR がかなりペースが良くて、まあ、これはね、残り2周で2秒差だったらそんなに縮まんないだろうなっていうふうに思ってたんで、ちょっと気持ちね、ブレーキングポイントも早めに切り替えて、立ち上がり重視のライン取りでミスがないような走りに切り替えてます。特にあのミスが起きやすいのはこの S 字、高速の S 字の、 あの下りながらこう登っていくところなんですけども、かなりね、ドラゴントレイルは縁石も高いんでスピンとかしやすいので、まあ1周目のね、あのクラッシュもありましたけど、この辺りがまあちょっとケアしなくちゃいけないかなって感じですね。で、今これで後ろとの差が約1.2秒ぐらい、まあ、このスピードでここ抜けていきますからね。まあ、後ろはね、モチュール GTR なので、まあ、ストレート勝負になるときついかなっていう感じで、あの考えてもいたので、なるべくこう自分でね、このラインを意識しつつ、後ろとの差も気にしながら走るんですね。さあ、ゴールファイナルラップ入っていきます。まあ、まずはね、1コーナー目、ここではブレーキングちょっと早めにします。で、2速で本来であれば結構もう、あの伸ばして立ち上がっていくところを、ここは3速にして、無駄なね、保有スピンが起きないような感じで立ち上がってます。この辺りのブレーキポイントは早めですね、立ち上がって。あとはミスが怖いのはこの S 字で、この時点で後ろとの差は約1秒前後、まあ、だいぶね、ペースが後ろの方が速いんで、ちょっとハラハラしながらね、やってたんですけども、後ろの方もね、あのどうにかこうにかね、僕のバックミラーに自分の存在をね、あの出したいっていう感じで、かなり積極的に走りしてたんで、まあ、スポーツモードになるとね、一つのミスでポジションダウンしちゃうんで、まあ、どれだけミスを誘発させるかっていうのもね、大事なポイントにはなってきます。これちょっとギリギリでしたね、今ね。さあ、まあ、初優勝まで最終コーナー立ち上がれば、このコーナー立ち上がると優勝です。ね、後ろはね、かなりプレッシャーかけてきてるんですけど、まあ、なんとかね、初めてデイリーレースで優勝できたので、とても良かったかなと思います。というわけで、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回はデイリーレースの様子ですね、優勝、初優勝したシーンをちょっと振り返りながら、話していったんですけども、非常にあの緊迫したレース展開で、特にドラゴントレイルなんかはね、一つのミスが起きやすい、そんなコースレイアウトなんですけども、すごく楽しめたかなと思います。というわけで、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。